ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。4月19日水曜日夜7時になりました。毎週水曜日この時間はとっておきの音楽とクスッと笑える楽しいトークをお届けするミュージックボックス、始まります。今日も近江鉄道八日市駅の中にあります駅中スタジオからお送りしています。第3水曜日担当させていただいているのは、私えっちゃんこと松崎悦子と、はい、秀蔵、吉田秀蔵でお送りします。この時間ですね、お仕事帰りとか学校帰りの皆さん、または夕食の準備中の方もおられると思うんですけれども、慌ただしい時間を過ごしている時間帯だと思うんですが、お聞きいただいている皆さんがちょっとでもほっこりしてもらえたら嬉しいなと思っています。この後1時間お付き合いよろしくお願いします。そしてここで大切なお知らせをします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日のテーマは、春にぴったりな曲と言われても言われたら思い浮かぶ曲は何ですかっていうのを送っていただいたら嬉しいです。でもテーマのお答えがない方も自由なメッセージで結構ですので、何か一言送っていただけると嬉しいです。それでは秀蔵君からメッセージ番号をお知らせします。お願いします。はい、メール番号は99@siga.tv99@siga.tv までお待ちします。はい、お待ちしております。はい、桜もね、終わりましたね。そうですね、今年はね、桜見に行きましたよ。約束してた通り、はい、もうね、あと何回見れるかわからないので、ついでに見るみたいなね、その横着なことはもうやめまして、はい、わざわざ桜に会いに行くと、はい、頑張ってみました、はい、一応ね、3カ所行きました。私、伊藤君行きましたか、どっか。いや、まあ行くこと、通ることが、わざわざ見に行くっていうことはなかったんですね。ね、まだね、若いのでね、まだまだ何十回も、まあ、100回無理だけどね、見れるからね、そのうち、まあ、ちょっとゆっくり見ようかなっていう気になりますよ。かといって、あのお花見みたいなんじゃないですよ、あの下で宴会するとか、あ、見に行ってこうじっくり見るっていうね、なかなか感慨深いものがありましたね。あっという間に散りますよ、桜って。そうですよね、ね、まあ、そこがいいとこですけどね、こう2、3ヶ月咲いたらちょっと鬱陶しいって申し訳ないけど、ちょっとしんどいよね。あの満開の花が長く咲いてたら使えれるっぽいよね。そういう気が、やっぱ桜さんすごいね、自分も知ってますね。はい、パッと咲いてパッと散る、かっこいいわ。はい、ということで、桜が終わったらなんかもうあっという間に春からね、初夏に向けてみたいな風情になりますよね。はい、まだでも今日来るとき高速道路で桜咲いてましたね。何本か山桜っていうのかな、ね、まあ、まだしばらくは春って感じですけれどもね、はい、もうこの後あっという間に初夏に向かって緑一色になっていきます。はい、で今日は4月の放送ということで、はい、まあ、4月といえばやっぱりね、新しい職場に勤めることが決まったとかね、学校入学したとかね、なんかそういうことでこう新しいことが始まるっていう人が絶対多いでしょ。そうですよね、ね、なんか会社だってなんか新入社員が入ってくるとかね、なんとなく新しいことが始まるのが4月っていうイメージなので、まあ、今日は毎年なんですけれども、あのそういうことにちなんだ曲を、はい、今日もかけさせていただきたいと思います。はい、じゃあ1曲目紹介したいと思います。これも春になったら必ず聴かないとね、気が済まない曲でお付き合いいただきたいと思いますが、就職した女の子がね、就職するのにあたってお母さんとかがいろいろ心配してくれたりとかをこう思い出したりしながら、でも私は一人で頑張るよみたいなね、そんな曲です。じゃあ聴いてください。アイコンタクトでフリーダム。
イエーイ。全然大丈夫です。今日は早めに、はい、その量かけてへんや。はい、全然大丈夫ですよ。どっかで入ったらまたかけてあげてください。入れます。はい、はい、胡椒が入りました。はい、じゃあここからちょっと今日は早めにヒデゾンコーナー行っちゃいますよ。はい、はい、ヒデゾンさん、はい、こんばんは。こんばんは。ね、今ちょっとねコロッと言ってたんですけど、実は来月その次6月もしかしたらヒデゾンくんソロパーソナリティデビューかもしれません。ゆい、ありがとうございます。これはちょっとね面白そうですよ。放送事故の数を数えるという僕の楽しみが楽しみができましたね。だからちょっと出だしの練習とかしてみたらどうですか、今日のこのコーナーで。これ原稿があるんですけど、一回ヒデゾンが読んだらどんな感じになるか、ちょっとね私があのスタートした時にいつもあのオープニングの言葉をちょっと読ませていただいてるんですけどね、それをヒデゾンが言ったらどうなるかをちょっとやってみましょうか。これちょっとさ出だしということで、はい、あの雰囲気出して言ってみてください。かけようか。キューくれとか言って生意気なことを言っています。はい、ではお願いします。皆さんこんばんは。いいじゃないですか。もうちょっと行きましょう。もうちょっと、まあ、今日で行きましょうか。はい、4月19日7時になりました。イエーイ。最高最高だわ。いい、そのノリでいいよ。今までにないヒデゾー君や。、うん、もう一行言ってみて。今日も笑えるトークを、していきたいなと思ってます。第3水曜日の今日の担当はヒデゾー吉田ヒデゾーでお送りします。おお、いけるいける。めっちゃ楽しみになってきた6月が。はい、今ちょっとねすいません、この生放送を使わせていただいて練習をさせていただくという贅沢のことをさせていただきます。全然いけてますよ。いいと思いますよ。いけてますがね。いけてます、うん、もうめちゃくちゃ緊張してるんですけど、楽しい楽しい。いけてないじゃなくて、うん、楽しい。僕は楽しい番組になる予感が満載。確かに、こんなでもやっぱ1時間ってなすごいですね。やってみましょう、皆さん6月第3水曜日はもう今からあのチェックしておいてください。きっとあの大笑いできると思いますので、ね、ヒデゾー君が僕にあの助け舟を出してほしそうにこっちを見たら、僕はそれを、はい、そらす、無視する。もうすでに出してましたからね今。あ、見つめてましたね、なんかね、うん、だから6月はまあできましたらあの簡単な質問とかね、あのメッセージをたくさん送ってあげていただいたら、まあ、それを読んで20分ぐらいなんとかなるとかね、ご協力をよろしくお願いします。ということで、そうですね、うん、だんだんこうなんか覚悟できてきたっぽいじゃないですか。一人でもやれそうだぞみたいな、ね、うん、やる気が見える見える、うん、ただやっぱりまあこれオープニングご挨拶があって、はい、まあそこからですよね、うん、まあ、まあそこからこのタイムスケジュールの段取りさえ頭に入ってたら、あ、じゃあ次の曲行きましょうとかね、うん、いやメール読みますとかなんかね、じゃあもうあれですね、お菓子のコーナー、あー、あー、そんな感じそんな感じ、あー、もうそんなん喋らせてたら1時間でもなるなる、うん、え、何やったっけ、うまい棒の今何味でしたっけ、凝ってるのは明太で、はい、で玉ねぎ三太郎なんですけども、うん、はい、あれ以降ねもう売ってませんからね。え、どういうことですか。玉ねぎ三太郎自体がないんですか。ないです。そうなん、まあ確かに見ない。こういうので買いに行くんですよ枕。それやったらラジオでこういうのって言ってる。それもないの。ないです。枕を1個半分
分ぐらいのを買うんですよいつも、うん、1個半です、まあ、製造中止になったってことですか。いやちょっとねこれ問い合わせやな。問い合わせてください。実はもう、18日間売ってないですねもうすでに自分の家にはないの。ないです。あら、ま、だ大変。だもうストックもうなくなった。痩せれるじゃん。まあちょっとねいやいや次に何か見つけ入りますよ。そうか、あのうまい棒の方ばっかり。ああなるほどでも18日間我慢できてるってことはまだいけるかもしれない。まあ、ないんでね、うん、その流し屋さんいつも行くね問い合わせてみて、なかったらどうします。次の手はまあもうしょうがなくキャベツくんにするか。キャベツくんもあるんですか。キャベツくんもあるんですか。いやそうキャベツがあのあれなんですよ、メインなんです。あ、玉ねぎさんの方がレアなんですか。レアです。うん、だからあまり売ってない。じゃあ玉ねぎさん人気なかったんだいやだから消されたんや。ビタミン B は、うん、玉ねぎの方がそんなもんでビタミン取らなくていいんじゃないの。玉ねぎ入ってるのかどうかが、ね、怪しいよねうーん、そうですか。それはなかなかな。キャベツ太郎にはキャベツは入ってませんって言ってるしね絶対入ってへんと思うわいやあの甘みはあのソースの辛みと甘みの分はキャベツかなと思った。添加物添加物キャベツ食べたらいいじゃんはい、ということで、はい、玉ねぎ三太郎がなくて困っている大変なことになっている、窮地に陥っている。送ってあげてください、うん、はい、どこどこに売ってるよって言ってあげてください、はい、多分ね3倍ぐらいの値段でも買うと思いますよ間抜いていただいて結構ですのではい、じゃあ秀蔵さんの今日の一曲を。はい、それでは聞いてください。秀蔵で無題。壊すことは簡単なこと。
葉が邪魔になり、未来が小説じゃないからね。簡単に始まりもう終わりも、その一言でひっくり返せる。ひっくり返せる。スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと散歩よし系を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組む
ソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号八日市南高校前にあります。電話番号は074823-2233 074823-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、スポンサーからのお知らせ聞いていただきました。これもね、秀蔵くんがご紹介していただいたらスポンサーさんもちょっと面白いって喜んでくださるかもしれないし、一回練習したらどうですか。原稿送っておきます、はい、楽しみですね。はい、じゃあこの後も秀蔵2人で頑張りましょう。はい、ね、来月5月はね、あのゲストさん決まってまして、はいはい、覚えてますかね皆さん。なんかね、2回か3回来ていただいたことあるんですけどね、コロナ前にジャスミンという女性お二人組で、はい、まあ何が楽しいことがあるねんっていうねまあ何が楽しいねんっていうほどの楽しそうに笑ってくれるあやさん、はい、覚えてる？覚えた。そのお二人ともで来てくださる、珍しくね、楽しみです。5月第3水曜日も楽しみにしていてください、はい。思いっきり嬉しそうに楽しそうに笑われるのがあやちゃんですね、はい、でピアノを弾いてはる人があきちゃんです、はいはい、ダブル A ですね、はい、あやちゃん、あきちゃんです、はい、楽しみにしてください。ジャスミンさん本当にお待ちしておりますということで、ちょっと先のことですけどね、ゲストさん決まって嬉しいのでお知らせしておきます、はい。ではね、ちょっと先にメールにも行っちゃおうかなと思うんですけど、いいですかね。はい、いつも送ってきてくださるじゃないですか、はい、それがね、今日もなんかめっちゃ面白いテーマを送ってきてくれはったんですよ、はい、これ話盛り上がるなと思いまして、はい、時間かかると思うのでちょっと早めからやります。はい、はい、読ませていただきます。ラジオネームライダーマンさん、いつもありがとうございます、はい、いつも楽しく聞かせていただいています。ところで、今年の NHK の大河は徳川家康が取り上げられていますが、好きな侍は次のうち誰でしょうか、お答えくださいです。1人目石田三成、うん、みんな知ってますよね。2人目、大友宗麟、知ってますか。3人目織田信長、有名ですね。4人目豊臣秀吉、誰でも知ってるよ。そして5人目です、心して聞いてね、独眼竜杉江正宗です以上です、よろしくお願いしますということで、まあ4人目まではね、まあまあみんな知ってる方ですね。で5人目独眼竜言うたらなんたら正宗ですよね、うん、でこれ杉江正宗さんなんですけどね、あれ杉江さんって正宗でした名前変わってんあれ正直じゃなかったっけ、ここずっと何年も。そうですよね、あら改名しちゃったのかな、もしくは正直さんの親戚本人じゃないの。まあということで、今日はこの5人で誰が好きですかという質問なんですけどね、ちょっと戦国時代の侍の話とかって好きじゃないですか。どう？私ちょっと歴史的なことをめっちゃ好きで、はい、ただね、ちょっと戦選んでらっしゃるのはむちゃむちゃね、やっぱり有名なとこ、有名どころを来ちゃってるので、この侍の話を深掘りしながら誰が好きかを決めていきません？じゃあ詳しい話入る前に、サクッとこの5人のうちやったら、第一印象やったら誰が好きかなっていうのを最初にね、言っといて、はい、で深掘りした後、そんな人やったんってなったら
こう変わるかもしれへんやん、ね、これちょっと待ってください、うん、面白いするんじゃなくてマジな話ですか。じゃあ面白いだからマジな話でこんな有名やと言われてるけど実際みんなはこの人たちのことを知ってるのかってことですよ、ね、ライダーマンさん思わぬ方向にいたってびっくりしてはるんじゃないですか。そう思うんですよ私はこれを読ませていただいたときに。じゃあ石田道成みんな知ってますよ名前はね、じゃあどういう人だったのって。そう好き嫌い決めれへんでしょ、よく知らんな、そんなことない。うーん、まあだからイメージでしか知りませんね。だからまずはあの、ま、この、杉江正直さんがねおっしゃってる、村宗さんか正直さんがおっしゃってるのは、まあ、一番好きなのは誰ってことなので、うん、それイメージでいいと思うんですよ、うん、イメージ聞いてらっしゃると思うんです、うんうん、せっかくなのでね、そういう人そういう一面もあったのみたいなことを面白いからちょっとね話をして聞いた後じゃあ誰が好きかってね、うん、っていうのを変わらへんかったら変わらへんでいいしみたいな、にしようかなと思うけど、はい、反対の人あゼロ賛成の人って聞かないと思うんですね。いや反対なんか反対の人って言ったら手挙げにくいじゃない、うん、だから反対してほしくないときはね反対の人って聞いた方がね自分の思う通りになるんですよ、はい、ありがとうございます。じゃあ説明はえっちゃんがしてくれはるんですか。あ解説しますよ私。深掘りは深掘り、はい、皆さんの知ってることもガンガン言ってくださいね。あそんなことは聞いてないとか、そんなイメージじゃないわとか、うんうん、みんなで意見を言いましょう。だ基本的なことは私が、まあ、軽く説明できるだけの準備はしてきました。はい、私好きなのでめっちゃ小説読んだりとかしててその人はどんな人でどんな嫁で側室がどんな人でどんな性格でどんな風に死んだかみたいなのねめっちゃよく知ってるっていうか詳しいですよ。でもそれって小説とかで読んでるからもしかしたら史実的には違うかったりするね、うん、違うでしょうね、うん、それよくある話ですね、はい、昔のことなんか誰も分かんないのよ、ね、年なんて誰も分かんないんですよ。買った方が歴史を作りますから。そうそうそう、うん、でも何歳で結婚したとか書いてあるけど分からないよそんなみんな自分の年知らないよもっていうこともあるので最低限のことは間違ったらねこのラジオでね公共の電波で流してるのに嘘ついたらあかんので、そこだけ間違ったらあかんとこだけはちょっとチェックしてきました、はい、じゃあ第一印象で決めましょうまず、はい、誰ですかっていうことで誰から言う。じゃあ6月一人でラジオやらなあかん秀蔵くんからいきますか。僕まあ、はい、そのなんとなくなんとなくまあ杉江正宗、独眼流杉江正宗、独眼流っていうことはこうあれですね、眼帯みたいなのつけてるんですね、はいはい、片方の目をね、はいはい、うん、どういうイメージですか。まあちょっとまあ動きが素早くて、うん、で焼き魚が好きで、お細かいところまで読めるね。ライダーマンさんの思惑通りの方向に今行ってるわけですね。行ってますね、うん、ライダーマンさんそっち行ってほしいと思いますよでまあ散歩しながら、うん、口笛をなんか独眼流口笛吹いてるイメージする ね、するするする、うん、散歩しながらね、はいはい、散歩するかどうかはあれですけど独眼流杉江正宗って語呂はめっちゃいいですよね、うん、もう杉江さん解明したってことですねこれはもう来月正直って書いたらしばきますよもう、 もう正宗にしといてくださいね。はい、じゃあ秀蔵君は第一印象としてはイメージとしては独眼流杉江正宗さんが好き。そうです、ね、なるほど分かりました。じゃあ天の声さんどうですか、この中誰が好きですか。まあ織田信長ですね。え織田信長、あ織田信長好きが一番好きですね。どういうイメージ、真面目に答えてますけど真面目でいいと思うんですけど、どういうイメージですか織田信長は。やっ
ぱりね、うん、すごい人ですよね。すごい人なイメージ、うん、でまあ歴史多分大げさだと思います。ああいう性格、はい、きつい性格ね、性格は多分若干盛られていると思います。自らそういう印象を与えようとしていた可能性もありますしね。あ、そうですね、はい、なんか気の弱い子がねちょっと強く見せようとしたりしますからね、うん、もう優しい人だったのかもしれないですね、うん、まあ、優しいことはどうだやろ分かんないですけどね、うん、なるほどね。案外ね、うん、案外その織田信長さんが生きていてもそんなに結構よかったのかもしれないし、分かんないですよね。でもなんか歴史上の、ね、映画とか大体信長はちょっといい感じに描いてますよね、うん、まあ、ほんで実際一番人気あるのは織田信長さんですね。そうなんですよ、もうダントツ人気あるんですよそうなんですよ、ダントツ、もう戦国武将一番人気織田信長、そうですですね、うん、はい、なかなかということで、はい、はい、じゃあ第一印象は織田信長、一番みんな聞いてらっしゃる方も、ね、おそうそうって歌あるかもしれませんね、うん、うん、はい、私も真面目に答えます。最初はね、イメージ的にはイメージ的には石田三成ですかね、やっぱり、うん、石田三成はねもういいエピソードが腐るほどあります、はい、まあもちろんね独眼竜杉山さんもねもうね捨てがたいです、いい名前やわ、名前名前以外は名前を褒めてどうすんだよ、ね、でも六段竜ってね片目しか見えないのにねあんなに素早くこう刀を使えるってよっぽどですよね、うん、そうですね、距離感覚が、うん、あれでも嘘ついてたっていう説もあってね、本物は見えてて穴が開いててね、あ、なるほど、で片目しか見えないっていうことで、まあ、油断さす、うん、そっち側から近づいて見えへん方から近づいてきたりする、見えてるのにねっていう油断させるための演技だったっていう説もあるんですよね、うん、よく分かりません、もう直接聞いたことないので誰もっていうことです、はい、じゃあ、第一印象としてはバラバラでしたね。ほんで3人の出てこへんかった秀吉と大友宗麟選ばれませんでしたね。そうですね、ねえ、じゃあこの選ばれられへんった人から深掘りしますかね、うん、大友宗麟って知ってますか？あんまり知らないでしょ、うん、そうですね、確かに、大名ですね、確かにあんまりね、よく知られてるので言うと、あれですわ、キリスタン大名って言われてる人です。あのキリスト、うん、フランシスコ・ザビエルに直接会ってんで入信者あったっていうね、はい、うん、でも必死に一生懸命になってしまってね、この方はあれです、豊後の国の人なので今でいう大分県ですね。あ、それはそうやね、フランシスコ・ザビエルが来んねえからあの辺ですよね、うん、うんうんうん、だから神社とかお寺とかねみんな潰さはってむちゃむちゃしはったんですよ。ああそうなんや、はい、そこまでは知りません。でも九州にキリストの国を作ろうと本気で考えてやった、うん、っていうことです。でお酒好きでお酒に溺れで、なんか女性にも目がないっていうことで有名やったそうです。公職家だったそうです。まあ大体武将はみんなそうですけどね、うん、で側室さんにジュリアさんっていう人がおられるんです。すごくない？キリスト教なんだけど側室いいんですか？側室いいんです。うん、性質もおられたし、うん、多分性質がなくなった後の、なくなったらほら、もう一回アクさんもらえて、その方のことは性質とは言わないんですね。継ぐっていう、ママ母のママ継ぐ質と書いてどう読むんだろう、あれ形質っていうのかな、うん、って言うんですけどね、2回目の奥様はね性質とは言わないんですけどね、うん、があって側室はジュリアさんっていう人がいたっていうっていうちょっとそんなとこばしか覚えてないですっていうのが宗麟さんですね。秀吉や、秀吉でも好きな人も多いんですよね。うんね、秀吉ほら明るくて楽しくてお茶目で、うん、最後のイメージが良くないですよね。ああ、なんか愛嬌があってみたいなね。
ただまあ何かとこう一生懸命しすぎてかっこ悪いっていう人も半々ですよね、うんうん、好きな人は好きみたいですよ、うん、とってもすごいですよね。お百姓さんの子供さんだったんですもんね、うん、で有名ですけど信長はね、ホトトギス殺すじゃないですか泣かぬなら殺してしまえホトトギス。で秀吉は泣かぬなら泣かせてみようホトトギスですね。またはんねちょっとだけ自分で泣かさはるっていうねっていうことです。これ出なかった2人はじゃあもうほっときましょう、はい、じゃあ出た3人そのうちね私こう独眼流政宗さんを知らんのですよねどんな人かちょっと どういう人だと思います？いや今さっき言ってたあれやな、あもうあのイメージやな。だからあのやっぱり機敏でどこの人ですか？これ近江の人ですか？大体次は政宗さん滋賀の人、まあ、不明そうですね内緒にしてあるんですねきっと。イメージとしてはどうですか？私イメージとしては近江の人かなと思ってた。でも独眼流ってあれ奈良ですよね多分。え違う独眼流はそうでしょ東北でしょ。独眼流誰のこと言ってるのこれ独眼流。あ独眼流政宗。あ私全然柳生十兵衛のこと考えてた、はあ、東北でしょ。あそっか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 そうですよね。あそうですよね、はい、うんそっか。わあ政宗さん杉江が入ってるんでその人とは違いますけれどもね。うんでも杉江政宗ってもうそのまんま侍にいそうですもんね、うん、いいですね。というか侍なんですよ間違いなくこの方はね。変わった走り方しはるんですよね。ああそう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 。ちょっとどんな走り方で忘れました、うん、なんか横走りしはるんですね。はい。じゃあ織田信長のことをちょっと深掘りしてみましょうか。織田信長はどこの出身でしょう？いいの出身としてはどこだと思いますか？名古屋ですよね。あそうですね尾張ですね、うん、名古屋出身。尾張やったっけ。はい尾張です。生まれたのも尾張やったかな。はいそうか出身としては尾張ということになってますね、うんうん、でまあ安土城を作って完成してないのに移ってきたというねまだ、うん、すっごい好きやったんですって安土城のこと、うん大好きやったみたいですよ。でもまああの有名なね明智光秀に、本能寺であれもほんまに来てたかどうか分かんないですらしいですよね。まあそうですか、うん、あの場に光秀はいなかったっていう説もあるんですけどね。ありますよね、うん、でまあそこで、まあ、自害をするわけですね、うん、信長はその時49歳だった、はい、はい。じゃあですねちょっと奥さんのことで言うと信長の正室は誰か知ってますよね。信長の正室斎藤道山の娘さんです。うん、うん、あの濃姫って聞いたことあるでしょ。呼び名としては貴重です。あれ知らなかったですか。であれです正室との間に子供さんなかったんですよね、うん、多いですよね。秀吉もね正室との間には子供さんなかったんですよね。はいそうなんです。だからもうその正室である貴重濃姫は本能寺の変な後もね奥さんはずっと生き残ってあのすごい長生きしたっていうふうに残っています。はい、うん、なかなかね。でたださっきあの天の声さんおっしゃったけどあのなんか野蛮で、うん、きつ
くって厳しくって怖いイメージっていうのはね、やっぱりちょっと違うかったかもしれんっていう、うん、いろいろねのが多いです、うん、本当はね優しいとこもめちゃめちゃあったらしくって、だから自らそういうイメージにして、うん、にしてたみたい、敵を怯えさそうとしていたのかもしれない、ね、そうみたいですよどうも、はい、で何かにつけてあの奥さんいなかったらいないって探したりしてたらしいですよあれどこ行ったのみたいな聞いてないみたいな極端やなみたいなとこがあったということを聞いております。はい、はい、で側室は8人いました。だから奥さんは9人いたってことですね、信長には。大体、うん、みんなそんなもんですよ。はい、どうですか側室取れたら。そうですよね。手蔵くんはもういくらでもね、手蔵くんトラックにいっぱいねチョコレートくるんやから、うん、そうですよ。もしも日本の法律があのそう一夫多妻許されてたらありかなって思いますか。ありがとうかずっとありやと思ってるんですねなるほどなるほど、なるほど、ま、別にそれで歴史上困ったことはないわけですからね。そうです、この少子化の時代いいかもしれませんよね。思いますけど ね, ね、うん、確かに、うん、それ女性側が OK やったら OK ですわね。まあそうですよね、うん、納得してね。で僕は日本のだけじゃない方がいいかな、うん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 、あ、そういうことか、はい、うん、それも自由ですよね、うん、確かに。信長はね女性のことではちょっとロマンチックでね、あのその機長さんっていう性質が、まあ、奥様がいるでしょ。でその人は本当にあの頼ってたというかね、うん、いろんなことを相談したりとかね、いろんなものを任してたりとかしてたらしいんですけど、一番大好きやった、まあ、最愛の人っていうのはね、あの吉野さんっていう女の人がいて、その人のことが一番ほんまは好きやったって言われてます、はい、最愛の女性やったんですって。ただその吉野さんも再婚なんですよ。なんかこの昔あの再婚で、でまたその性質に来てもらうみたいな、全然普通にあったみたいです。なんかその辺はなんか現代より、進んでるのかな、うん、あんまり気にしてないんですよ、うん、でまあね、大名さんはね子孫残さないといけないですから、うん、そうかもしれないですね、はい、うん、もう吉野さんも自分のご主人はあのその戦で亡くなられて、その方早く亡くなられてるんですよね、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、子供産んだ後の、ね、産後の日立ちが悪くって、うん、かわいそうに、だから信長はめっちゃ落ち込んだという話です、うん、はい、やっぱり信長さんいい人だったかもしれませんね、うん、いい人だったかもしれない、見初めはったんですよ信長が、うん、っていう風に言われていますね、うん、はい、なんかあれこういうもっと面白い話になるはずやねんけど、面白くないか。いやいやいや、ここから平蔵君が盛り上げてくれるんです。平蔵君盛り上げてよ、うん、いや次の回だからもう一回回答するんでしょ。もう一回回答します。そこでは欲しいですよ。で私はなんで三成を選んだかってことですね。三成唯一あれです、はい、近江のね人な、はいはい、近江の人ですね。長浜の方でしたっけ、越後だっけ。あ、そうです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 、ね、そこでお茶を持って、あ、そうです、ね、よく知ってますね、まあ、そこはすごい、うん、あのあれです、こう読めへんような旗印ですよ、こう大やら石やら書いてある、なんかね大に一があって、大に万があって、大に吉って書いてある、そのまま読むんです。大一大万大吉ってあの旗模様は読むんですけど、うん、その意味はね、一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていう意味なんですよ。だからチームが大事だよみたいな。で一番面白いエピソードはね、島左近っていうじゃないですか、はいはいはい、あのなんかサコニャンかなんかみたいな、島左近ニャンっていうね、ゆるキャラがおるやんか、あれがその人です。島左近っていう武士がいて、まあ強い優秀な人やってね、で三成はどうしてもその島さんを、島さんって、まあ、左近さんを
部下に欲しかったね。で、あの三成はいろいろすごい手柄を立ててるので、あの信長からね、大概のものをもらったんですよ。6万石とか8万石とか、うん、で信長がそんだけあげたんやから、うん、いっぱいこう家来増やせるやん、うん、なら一人だけ増やしましたと。それがこの下野左近さん、もらったやつの半分を左近さんに渡して、で部下になっていただいたというね。思い切りいいでしょそれぐらいこの人は優秀な人やったってことです、うん、あ、4万石やったやん。4万石もらわはって、で2万石渡したってことですね、うん、そう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 。でなんで三成が、うん、とそんなにこう修正してきたかというとね、最初ね、秀吉やね、秀吉に気に入られたよね、お茶出して。そう、お茶3回ね、うん、お茶を3回出すんですよ。で秀吉がなんかまあまあ外にいてて、まあ、喉乾くじゃない。で三成があるお寺に預けられてやった時に、そのお寺に休憩に来た秀吉が。で喉乾いたからお茶をくださいって言ったわけですよ。そしたら三成がそこの、まあ、小坊主さんみたいな役をしてたので、最初はキュッと飲めるように冷たいお茶を持ってきた。でキュッと飲まはったんですよ。あ、もうちょっと欲しいって言ったら、次半分にしてちょっとぬるいお茶を持ってきたと。でそれを飲み干したら、次もっとちょっとだけちっちゃいお茶に今度は熱いお茶を持ってきたっていうね。そんな気の利かし方が三成がしたらしくって、それを秀吉は気に入って、まあちょっと召し抱えられて、そこからバンバンバンといったっていうね。そのお茶のお話有名なんですね。でもう一個有名なのは、あの大谷義綱ですわ。この人もあのアニメでめっちゃかっこいい役になってはる、お顔を隠してる人。あの人ね、あの病気だったんですね、あの皮膚病、うん、でそれを隠すためにこう布をかけてるんですけどね、なんか雷病やったような風な噂もあるんですけど、ぐちぐちなんですよ、かわいそうにね。でもすごい武将としてはすごいんですよ。で武士が集まってお茶会があったらしくってね、お茶会って順番にお茶を回すじゃないですか。でちょうど、この義経の時にこうもちろんこう飲む時やから取りますよね。そしたらかわいそうにちょっとまあ皮膚の、まあ、なんかがそのお茶に落ちた、うん、で次の人それを飲むの嫌じゃん、うん、でもどうしようみたいにちょっと場がしらけたらしいんですね。そしたら三成が、うわちょっと今めっちゃ喉乾いててもう待ってられへんから先にわしもらうわって言ってガーって飲み干さはったっていうエピソードがあってね、なんて人なみたいな。でその二人ずっと親友だったっていう、これは有名なエピソード3つなんですね。で私はようできた人やなってずっと思ってて、うん、つなりいいなってずっと思ってます、はい、っていう話で。あ、ちょっと突っ込まない、何も面白くないやん突っ込んでよいや、だからもうあのコロナの時代やったらね、あの義経くんはバッチリやったんですよ。マスクせんでいいんですよね、もうしてあるからあ、かっこいいですよ。なんかこんな大きな布をね、あ、もうあの目だけ出してあのやってはったんですけど、なんかかっこよかったんですよ、うん、まあ、アニメではものすごい美形で描かれてますね、うん、はい、ということで、はい、じゃあイメージは変わったでしょうかってことや。そうですよね、はい、そうですね、はい、じゃあ順番に発表しましょう。はい、じゃあ秀蔵君からお願いします。まあ3棟で変わらない。変わらないや、うん、やっぱり独眼流正宗が好き。だからやっぱり散歩好きの、うん、で焼き魚食べて、でさばきもうまい。おお、魚さばき、なるほどね、肉さばき、うんうんうん、で思います。なるほど。じゃあここがあの今もうラストアンサーですね。はい、はい、じゃあ独眼竜正宗さんに1票入りました。イエイじゃあ天の声さんお願いします。どうしたらいいんですか。あ、もう好きなように言ってください好きなように、もう何も考えず自由で結構ですよ。はい、大友総理で
いやいや、大友さんにする？キリシタン大名で側室ジュリア、むちゃくちゃにしたんでしょ。むちゃくちゃにしたんですもん。なかなかすごいじゃないですか。わかりました。じゃあなんか内容をよくよく聞いたら変更されました。そうそうそう、天の声さん、はい、うん、はい、信長より大友宗麟が好きということで、はい、一票いただきました。ありがとうございます。あのちょっと補足しておくとね、大友宗麟っていう、宗麟っていうのは年取ってから出家した時の名前でね、もともとは義重と言います。はい、はいはい、じゃあ私発表します。じゃ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 ーん、杉江杉江正直です。正宗じゃなくて、はい、正宗さんより正直さんやったらもう完璧やと思いますね。うん、だから杉江さんに一票入れます。イエイ。ということは今日は杉江さん優勝です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。杉江さん久々の優勝じゃない？ここのとこね、ちょっと同点とか続いてたので、ありがとうございました。今日は本当に話いろんなところに盛り上がらせていただいて、いい話題でした。本当にありがとうございます。また送ってきてください。はい、もう一つメール来てます。え、メール来てるんですか？今送りました。あ、読んでください。今送りました。ちょっと待ってください。もうちょっと油断してました。メッセンジャーで、ごめんなさい、届かないですか？来ました。はい、池田圭さんです。ありがとうございます。ウケールの池田圭さんですね。ありがとうございます。読ませていただきます。土山ナチュラルケールカフェ近くの千本桜も先々週の土日はたくさんの方が桜見に来られました。今2人のトーク作業をしながら楽しく拝聴しております。ありがとうございます。今週土曜日4月22日にナチュラルケールカフェの庭で第154回、めっちゃ多いな、第154回絆ライブを行います。10時30分から出演取りは終了していますが、観覧は自由無料ですということです。ぜひお越しください。放送頑張ってくださいね。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ22日ぜひナチュラルケールカフェっていうので探してみてください。無料だそうです。ありがとうございます。ですからも一つあのライブのお知らせします。はい、5月3日連休の3日に、また豊里の宝永の里で、うん、あのフロアコンサートします。歌うドーツブエンさんがやってくれます。おっとついに、ついに歌うドーツブエンが宝永の里デビュー。宝永の里デビューということで。すごいな、なかなか難しいブッキングでした。わかんないですね。でもあの歌うドーツベンさんはね、大人も楽しめます、うん、なかなかねあの大人なブラックな会話をね彼はしますよ、うん、プッて笑いますからね。初めて登場なので近くに寄られる方、5月3日祭日です。2時半から3時半の1時間です。無料です。申し込みも何もいりません。直接来てください。宝永の里です。お待ちしております。2時半です。5月3日もう一回言っておきます。ありがとうございます。はい、なんかライブのお知らせありますか？ゴールデンウィークですね。楽しいゴールデンウィーク過ごしてください。はい、そうですね、うん、あれ仕事ですか？まあありますけど長くなるから。そうですね、ゴールデンウィークってわけじゃないんですね。あ、そうだ、5月4日にね、うん、マーガレットステーション、そうですか、アコースティックライブやります。お、5月4日です。朝何時からですか？11時からかな。お、はいはいはい、じゃあ3日は宝永の里、4日はマーガレットステーション、うん、で、一番直近が22日ですね、ナチュラルカフェさん行ってあげてください。はい、冷蔵庫はないの？僕はそうですね、特別したいなっていう気持ちばっかり。マーガレットステーション行ってみたら、いや屋外やからね。あ、そっか、デゾー君はやっぱりあ室内が似合う。なるほどね、アコースティックライブのとこにあったらちょっとみんな弾くよね。まあでもほんまに住んでたら秋そうですね、秋ブッキングするよ、うん、でもデゾー君も別にあのアコースティックギターで歌っていうのもありやんな。う、うん、もう全然、うん、あの大丈夫です。お客さんのところ飛び込んだらあかんよ。それは大丈夫です。マーガレットステーション飛び込んだら怪我します。、はい、地面にダイブです。あ、そりゃそうよね。
ということで、4月桜が散った後のミュージックボックス楽しかった、はい、ありがとうございます。次5月はゲストさん来られますのでね、楽しみにしていてください、はい、そして6月はなんとヒデゾー君がソロデビューの可能性が、大きくなってきておりまして、はい、楽しみです、はい、なんか楽しみ続きますね。そうですね、はい、で前ゲストに来てくださったあの串焼きのマスターのとこに行かなきませんわ、ね、行きましょう、ぜひあの一緒に良ければそのなんか、ね、ゴールデンウィークの間のどっか、うん、そうですね、会えばちょこっと行きましょうよ、はい、せっかく来てくださったのに、うん、行っとかな不義理です、はい、許されません、はい、バチが当たります、はいはい、じゃあ今日の、ね、最後の曲も先に紹介しておきますね、はい、これマイコンタクトです。これもね、これからやるぞ、頑張るぞ、私は行くんだみたいなそういう応援歌になっております。まだですね、もう入ってるんです。いいですか。いや、あの、うん、最後入れます、あの、はい、紹介してはね、分かりました。じゃあ今日もありがとうございました、はい、ヒデゾー君、天の声さんありがとうございました。じゃあ見ていてくださる皆様ありがとうございます。5月もぜひぜひ見てください。では最後の曲はアイコンタクトでレッツゴーです。ありがとうございます。バイバイ。Yeah.